こんにちは。このビデオではギリシャ哲学の簡潔な進化に関連する簡単な歴史的背景を見ることができるので、後のビデオではその神話の起源、様々な時代、そしてソクラテス以前の哲学をカバーし、具体的かつ深遠な方法でそれらを構成する各著者を理解することができます。古典ギリシャ哲学とヘレニズム哲学で最高潮に達する。ギリシア哲学は紀元前6世紀初頭のイオニア地域での西洋哲学の出現から、紀元前149年のローマ人によるマケドニア侵攻までの哲学史の期間に位置しています。イオニアはアナトリアの西中央海岸が古代ギリシャ時代に知られていた名前であり、隣接する島々も含んでいました。それは歴史的な地域です。現在本土はトルコに属し、島の部分はギリシャに属しています。マケドニア帝国としても知られるマケドニア王国は、現在のギリシャの北部にある古典的およびヘレニズム的古代のギリシャ国家でした。この王国は紀元前5世紀に統合され、マケドニアをギリシャの主力にしたピリッポス2世の支配により、紀元前4世紀にその力の大幅な上昇を経験しました。彼の息子アレクサンドロス大王、アレクサンドロス3世からギリシャの歴史のヘレニズム時代を開幕させ、基地の世界のほとんどを征服しました。古典哲学や古代哲学と呼ばれることもありますが、古典という用語が使用されるとローマ哲学に含めることもできます。ギリシャ文化はバルカン半島、エーゲ海の島々、現在のトルコのアナトリア半島の海岸に広がりました。歴史的に言えばギリシャ文明の起源をクレタ島とミケーネの文化に置くことは可能ですが、ミノア文明としても知られるクレタ文明は古代ギリシャの文化的前例と考えられています。それは紀元前1年から紀元前1100年の間の青銅器時代にギリシャの南のクレタ島に位置していました。その前世紀にはクレタ文明はその商業的および海軍的な力で際立っていました。ミケーネ文明は青銅器時代の最後の部分、紀元前1700年から紀元前1050年の間に発展しました。それはその宮殿国家、都市組織、芸術作品と初期体系でギリシャ本土の最初の線進む文明を表しています。紀元前1600年頃、インド、ヨーロッパ系のギリシャ語を話すアカイア人がギリシャ本土の領土に侵入し、ペロポネソス半島の北東端に定住しました。アカイア人はホメロスのオデュッセイアとイリアスでギリシャ人のセットを指定するために使用される集合名の一つです。歴史的時代にはアカイア人はアカイアの住民でした。この地域の都市国家はアカイア同盟として知られる連合を結成し、紀元前3世紀と2世紀に非常に影響力がありました。この人々は紀元前1200年頃にクレタ人を支配するようになりました。ギリシャ起源の別の人々は彼らの言語、彼らの社会、そして彼らの歴史的伝統によって区別されたドリア人でした。伝統的な記述では古代ギリシャの北部地域に原産地が置かれており、そこから日の状況によりペロポネソス半島の南、エーゲ海南部の特定の島々、小アジアの南海岸に至りました。しばらくの間その破綻はミケーネ諸国を不安定にし、彼らの文化的形態を破壊し、侵略者のものと置き換える侵略と考えられていましたが、この意味で彼らが鉄の武器を使用しギリシャを占領してミケーネ人を打ち負かしたことを強調することが重要です。スパルタとコリントはドリックの主要都市となった。ドリアンと共に暗黒時代、または暗黒時代として知られる文化的対抗の時代が始まりました。ドリア人の征服後、ギリシャ全土の生活は非常に原始的なレベルに下がり、数百年間そうでした。しかし、紀元前8世紀から紀元前6世紀にかけて、古風な時代として知られる時代、ギリシャは偉大な政治的、経済的、文化的回復を発展させ、完了した。このような回復は、都市国家、ポリスの組織化と、小アジアと黒海の海岸、シチリア島、南イタリア、フランス南部、スペインのレバントでの植民地の基盤のおかげで可能でした。この意味で土地の所有と相続が長子の男性にかかっている限り、エリートの利益とギリシャの宗教制度との間のシンクレティズムの影響を強調する必要がある。デルポイの神託が果たした役割は、巫女による運命の読み方、ギリシャの植民地拡大につながった移住、そしてそれに伴う貿易の爆発、新しい富の生成、そして商業的な性質の新しいエリートの台頭を通して奨励された。新しい植民地はマザーポリスとも呼ばれる大都市の政治的に独立したポリスになりましたが、宗教的、経済的、文化的に密接な関係を維持しました。紀元前5世紀と紀元前4世紀はギリシャ半島の偉大な独立都市国家の全盛期に対応しており、その中でアテネとスパルタのポリスが際立っています。
スパルタ古代ギリシャ、ペロポネソス半島のエウロタス川のほとり、タイゲト山脈とパルノン山脈の間に位置していました。それはラコニアの首都であり、最も重要なギリシャのポリスの一つであり、スパルタは壁やアクロポリスを持たず、部族の意味で民族的観点から理解できないため、典型的な都市国家とは見なされないかもしれません。紀元前5世紀から紀元前4世紀にかけてのこの時期の初めに、ギリシャ人はいわゆる医療戦争でペルシャ人の力によってもたらされる危険を打ち負かすために団結しました。医学戦争はメデス戦争とも呼ばれ、紀元前490年から紀元前449年にかけてペルシャ帝国とギリシャの都市国家の間で起こった一連の紛争であり、3つの戦争で構成されています。紀元前449年、カリアスの和平と呼ばれる平和条約が調印され、両者は二度と互いに攻撃しないことに同意し、ペルシャ帝国はギリシャの都市国家の勝利を認めなければならなかった。勝利後、アテネはペルシャ人から身を守るために結成された同盟であるデルス同盟の覇権国となった。国内政治では、アテナイ人は民主主義、人民の政府として知られる政治体制を強化し、外交政策において、彼らはヘレードの偉大な政治軍事力となり、多くの敵をもたらしました。この時期は、アテネを最大の素晴らしさに導いた支配者に敬意を表して、アテネの黄金時代、または、ペリクルの世紀と呼ばれています。この短い歴史的旅の後、ギリシャ哲学は3つのサブピリオドに分けることができることに注意することが重要です。ミレトスのタレスからソクラテスとソフィストに至るソクラテス以前の哲学、プラトンとアリストテレスを最大指数とする古典ギリシャ哲学、そしてポストアリストテレスまたはヘレニズム時代。ソクラテス以前の哲学は、世界の伝統的な神話的概念に疑問を投げかける際に、世界と人間の場所を理解する方法に関する様々な提案によって特徴づけられました。これらの初期の思想家の思考は、断片的な著作や他の後の思想家からの報告を通して私たちにもたらされます。紀元前4世紀半ばにソフィストが出現すると、人間は哲学的考察の中心となった。ソフィストは特に、規範や価値観が自然に与えられたのか、それとも人間によって確立されているのかという問題など、論理的及び政治的問題に対処しました。同時に、アテネのソクラテスは、他の人々と会話し、彼の立場に内在する矛盾を明らかにするために一連の質問を通して彼らを導いた方法である威厳を開発し、適用しました。彼の知的自立の現れと状況に合わない彼の行動は、支配的な宗教的儀式システムに疑問を呈することに加えて、神踊り寺への不敬と若者の腐敗の告発の下で権力による死刑判決を意味しました。ソクラテスは書物に何も残さなかったので、彼のイメージは彼の弟子プラトンによって決定されました。対話の形での彼の作品は、西洋哲学の中心点を構成していました。X とは何か、X を他のもの、例えば美徳とは何かなどとして理解する。正義とは何でしょうか。プラトンは定義の教義の基礎を創造しました。彼はまた、二つの部分を持つ現実の表現の基礎として役立った形態の理論の著者でもありました。抽象化を通して知性にしかアクセスできない形態の平面とは対照的に、私たちの感覚で知覚できる物体の平面。これらの形態の知識だけが、現実の全体性をより深く理解させてくれます。プラトンの弟子であるアリストテレスは、形式論を世界と現実の不必要な二枚舌として拒絶した。形態と物質の区別は、アリストテレスの形而上学の主な特徴の一つです。彼の学校は、自然と社会の両方の現実のすべてを知識の様々な分野に分類し、科学的に分析し、順序付け始めました。さらに、アリストテレスはシロジズムの古典論理と科学哲学を創造しました。その際、近代まで決定的だった哲学の基本的な前提をいくつか確立した。前5世紀から前3世紀への移行期、アリストテレスの死とポリスの衰退の後、アレキサンダ大王の後継となるヘレニズム諸国の王たちの戦争によって、生活は問題だらけで不安定なものとなった。プラトン・アカデミーやアリストテレス・リセウムに対抗して、個人の救済を中心に据えた2つの哲学の学派がアテナイに誕生した。特にヘレニズム期のギリシャ文化の拡大、ローマ帝国による吸収、その後のキリスト教との関係、アベロエスなどの翻訳家による13世紀の決定的な復興、そしてルネサンス期にこの思想家たちに向けられた関心は、ギリシャ哲学が西洋文化の柱の一つとして継続的に研究されるようになったことに貢献した。
ギリシャ哲学の世界に入り込めるような大きな視野を持つために、以下のビデオでは、ソクラテス以前の哲学、古典ギリシャ哲学、ヘレニズム哲学に至るまで、ギリシャ哲学を構成する様々な時代とそれぞれの著者を具体的かつ深遠に紹介しています。次回のビデオ、古代ギリシア哲学と全哲学思想の枠組みの中で、人間の起源、神話、オリンポスについて議論します。歴史、神話、哲学に関する他の動画は、動画の説明で私のチャンネルをご覧ください。